はい、どうも、しみじです。仮面ライダーバトルラッシュやっていきたいと思います。前回のね、アップデートの後でね、びっくりしたんですけども、バトルにオートが追加されてましたね。あれね、なんか流しでやりたい時とかかなり便利ですよね。ガンガン、必殺技打っちゃうんで、ちゃんとタイミング測ってやりたい時はまた別なんですけども、便利でびっくりしました。全然知らなかったんでね。あとはなんかこうプレゼントの受け取り画面とかがね、強化素材とかアイテム別になってて、ちょっと細かいところがいろいろ変わってて、なかなかいいですね。はい。で、今日はですね、何やんのっていう感じで、まあダブルのね、スカルのイベントも始まっておりますけども、フート君キーホルダーもちょっといただきました。というわけでガシャですね。はい、このカメライダーダブルサイクロンジョーカー星5、カメラだ、なぜか芯、星5ですね。芯を引くことにはね、かなり定評のあるしめじですので、こちらスカルのいる世界、手がかりを探してのガシャやっていきたいと思います。これね、排出一覧のところも今まではこうね、イベント連動ガシャとか見ると名前がずらーっと並んでるだけでちょっと味気ない感じがあったんですけども、こうやってね、ちゃんとカメラだ芯1号ならこういう風にこんな感じで画面が見れるようになっておりますね。戻ってで芯だよね、星5芯、こんな感じで、サイクロンジョーカー、サイクロンジョーカーの星5かっこいいね。でも力ばっかりなんだよね。願わくば芯が欲しいかなっていう感じですね。戻って、はい。で、まあ、ラッシュストーンもね、ギリギリ51個あるので、なけなしのラッシュストーンを使って、引いていきたいと思います。はい、行きましょうか。はい、では引いていきましょう。ラッシュストーン50個使って11連ガシャ行きたいと思います。では、ゴー!はい、よろしくお願いします。久々かな、11連引くの。ロードが長いね。行くぞ!システムスタンバイ!さあ来てください。よし、金。はいはい。お、オートマシンだ。アギとスーパーマンゾルだ。アギと、おわ、お、なんか見たぞ。あ、ゼクロス星4だけど持ってなかったかな。タッチスクリーン見ていきましょう。はい、来た。まず星4ゼクロス、これは速さ属性。これピックアップユニットなのかな?なんか装備してるね、もうすでに。で、レベルも40。最初から。おー。リーダーアビリティもパーフェクトサイボーグ。素晴らしい。村雨亮。パンチパーマン。ゼグロスキックがレベル1で敵単体に 2000% の持続性ダメージ。敵の防御を貫通する。おー。で、リーダーアビリティのパーフェクトサイボーグがバトルラッシュ発動時、一定時間速さ属性の攻撃力 100% アップ。でもこの一定時間っていうのがね、何秒だっけ ?30 秒とかだっけ ?60 秒?わかんないけど、確かそんなんで、微妙ですよね。バトルラッシュ発動して、その後どうすんだみたいなね。そっか。わかりました。ゼクロス。いいね。あ、なんか投げようとしてたね。はい、そしてこちら。持ってたかな?星3、カメラだ、ビースト。は、いいね。ストライクビースト。必殺技。敵単体に 2000% の持続性ダメージ、力属性。ありがとうございます。ね、ランチタイムだ。はい。で、こちら。これも持ってたかな?カメラだ、デッドヒートマッハ。いいね。ヒートキックマッハですね。敵全体か。全体に 300% 持続性ダメージ。これも速さ属性でございます。こちら。そして、オートバジン。初めて。オートバジンバトルモード。力属性で、バスターホイール走者レベル1、敵全体を 300% の持続性ダメージ。なるほど。なるほどね。オートバジン。そして、ね、バイクでユニット化されてんのってオートバジンぐらいじゃね。あとはレーザーが来るかどうかだね。レーザーもね、なんか人間体になったからね。レベル3で。そっちが来るのかな?はい。そしてですね。アギト。ストームフォーム。これ持ってたかな?わかんないですけど、ハルバードスピン。ね。敵単体に 2000% のダメージ。そしてスーパーワン。いいね。かっこいい。
かっこいいね。力属性ですね。月面キック、敵全体に 200% の持続性ダメージ、敵の防御を貫通。あ、いいね、全体だ、力属性で全体。そうか、星さんか、入るかな。そしてこちらゾルダ、初めて。あ、なんかちょっとごつい感じだね。ねえ、こうメカメカしい感じなのに、中に入ってるのは北岡さんっていうね、こうスッとした感じのね、弁護士の方なので、そこのギャップが なかなかまたいいよね。シュートベントのギガランチャーだ、これ見たいな。敵単体、あ、単体なんだ。 2000% の持続性ダメージ。そうか、ファイナルベントじゃないんだね。ファイナルベントのすごいの見たいね、ゾルダのね。ゾルダってホームチェンジもないから、星5とかで出たらそれが来るのかな、ファイナルベントとかね。はい、速さ属性ありがとうございます、北岡先生。そしてルナメタルですね、メタルイリュージョン、技属性これも持ってたんでね、ちょっと合成させていきましょう。そして2体目ストームフォームですね、よいしょ。はい、そして何体目これ、4体目か。素晴らしい、オールドラゴン、まだまだ使えってことですよね。合成させてやっていきたいと思います。なぜかリーダーアビリティがないんだよね。ね、リーダーに置きたいんだけどな。はい、そしてこれも2体目か、やった。力属性の仮面ライダー C2 号、ライダーパンチ、じゃあリーダーアビリティあるんだよね。リーダーアビリティ、力の2号がバトルラッシュ状態時に力属性の攻撃力プラス 15% と移動速度アップ中。これいいね、これ地をリーダーに置こうかな。敵全体だしね、吹き飛ばすしね。あのスタンで気絶させてくれるユニットが欲しいんだけどな。どうなんすかね、コンボもある ね。 V3 だけいない、 V3 が欲しいわ。はい、という感じで、11体、なかなかいいんじゃない。オールドラゴンが来たっていうのがまたいいよ ね。そっか、わかりました。はい、ではですね、さっきちらっと見えたんですけど、ラッシュチケットもう4枚あるので、こちらもババッと引いちゃいましょう。いきます、よろしくお願いします。4枚だからね。システムスタンバイ、いきましょう。よろしくお願いいたします。光るかな、黄色になるかな、ならず。はい、はい、ルナメタル3体目かな、ありがとうございます。ルナメタルですね。でもダブルはね、ほんと派生が多いよね。うん、オーズの派生まで出しちゃうと厳しいけどね。あ、でもこれもあれだね、ちゃんと装備してるんだ。そしてレベル40、このレベル40最初からのが何体も来ちゃうと、ちょっとなんかうーんってなるよね。ならない、俺だけ。はい、次行きましょう。はい、じゃあ行きましょう、サクサク。はい、お願いします。来るかな、何が来るかな、光るかな、黄色に勝った、よし、金デッドリードマハ星4。はい、あ、違うわ、ごめんなさい、間違えた、仮面ライダードライブタイプデッドヒートだ。そうだ、星4だもんね。デッドヒートマッハは星3だっけ、マジ散った。はい、必殺技デッドヒートドロップ、よいしょ。敵単体 2000% の持続性ダメージ、敵の防御を貫通。なるほど、力属性が初めてだね、あったんだタイプデッドヒート、ありがとうございます。ではあと2回いきましょう、よろしくお願いします。さあ、金になるかな、金になるかな、ならないかな、ならないね。わあ、ギルス、かわいい。3体目ぐらいかな。はい、仮面ライダーギルス、技属性ですね、ギルスヒールクロウ、ね。敵単体 1700% の持続性ダメージ、敵の防御貫通ということで、こういうでも使ってないキャラクターの必殺技演出って見てないな、ちゃんと見なきゃいけないね。はい、ありがとうございます、ギルス。最後ですね、いきましょう、ガシャル。はい、システムスタンバイ、いきましょう、来い、光ってくれない。はい、あ、スーパーワン、
いらっしゃいませ。はい、パーフェクトサイボーグじゃないや、それはゼクロスですね。なんだっけ、宇宙開拓用改造なんとか。はい、敵全体に 200% 持続する。さっき読んだね。はい、月面キック、スーパーワン。はい、ではね、最後に、今やってるイベントのスカルのいる世界、手がかりを探してというやつですね。フート君のキーホルダーもらったんで、まあ、こちらのチケット入場バーバー風の裏通りをやっていきたいと思います。あのオートでね、AP5 を消費して、これで、ね、この最初のさ、あの画面もさ、獲得ボーナスとかこういうのが確認できるようになってて、ここもちょっと変わってるポイントですよね。はい、じゃあオートでサクサクフート君を使ってやっていきたいと思います。多分ね、ナスカが来るんじゃないかなと思います。いきましょう。はい、まあ、あの適当に組んでるやつです。ナスカ強かったかな、どうだったかな、忘れましたけども、行きましょう。毎度のこと、ここですね、ここを押して、今までだったらね、速度が3段階に変わるはずだったんですけども、ここにオートっていうのが追加されましてね。はい、もう勝手にやってくれてます。私何も触ってません。はい、まあ、勝手に順番に下のユニットをバーッと出してくれて、で溜まったら次々に、必殺技を打っているという状況です。で勝手にスキップもしてくれるんで、ここでまあある程度ね、自分のユニットが強いのであれば、ここで放置して終わっちゃうんですね。便利機能ですね、ガンガン打ってくれるんで、ね、そいつに打つみたいなのでも関係なく打っていくので、まあまあちょっと考えて打ちたいなっていう時は、最初も言ったけど、やっぱりあのオート切ってね、倍速ぐらいでやればいいんじゃないかなとは思いますけども、行きましょう。行ってますね。これスーツケースっていうか、ジュラルミンケースみたいなのをショッカー戦闘員が持ってるんだけど、それもなかったよね多分ね。なんだろう、イベントだからかな、わかんないね。はいすごいね、これ私なんか結構ボーっとしてるんで、こんなにサクサク打てないんですよね。ああ、溜まってる、あ、こっちも溜まってるとか言って、あちゃわちゃしながら打つんで、どうなんだね、よしあしだね、使いどころを考えてやっていけばいいんじゃないかなと思います。私は便利なのでずっと使ってます。だからこのなんだろう、イベントをやるときはもう何回も何回も同じステージやったりとかしないといけないので、ある程度のあのメンバー編成をしておいて、でオートで入って感じでやれば便利かな。ただ回復はしてくれないので、回復やべえなっていう時とかは自分でポンポンとしてあげないといけないみたいな、自動で回復までしてくれたりするんですね。だからたまにあのレアのナスカとかが割り込んでくると、多分あれ属性が違うんで、ね、なんかね、突然違う属性で来たりするんで、ちょっと気づいたらナスカが出てると思って、でほぼやられかけてたりするので、そこだけ注意かな。皆さんはどうなんですかね、私だけ注意です。はい、そんなわけでどうですかね、そろそろね、ナスカが待ち構えておりますね。技属性だから力で押し切らないといけないのかな、ナスカさん。はい、来た、ボス出現、来たナスカ、かっこいいな。シリヒコさん来ましたね、フートを愛する男キリア。あ、もうやられかけてる、誰だ誰だ、援軍だそうよね、 RX 援軍のかっこいい演出見ようかなと思ったら飛ばされちゃうっていうね。あ、なんか虹色に光ってる、あれね、初めて撮ったような気がする、虹の箱、なんだろう、何が入ってるのかな。はい、トリプル S、 何が入ってんだろう、カードの記憶が12枚。あ、うわ、スカルだ、やったスカルをゲットしましたよ。あ、そうか、虹の箱にはユニットが入ってるんだね、やった、ありがとうございます。という感じでオートバトル便利です。はい、使わせていただいております。ちょっとスカルだけ見ようか。はい、こちらよいしょ、仮面ライダースカル、バーン、詳細見ましょうか。リーダーアビリティもあるよ、スカルパニッシャー、最も体力の高い敵単体に 1700% の持続性ダメージと、敵5体に 150% の持続性ダメージ。あ、いいねこれ、最も体力の高いやつに向けて打ってくれるんだ。ハードボイルド、リーダーアビリティ、バトルラッシュ状態時、速さ属性の体力が低いほど攻撃力アップ中、低いほど
難しいねこれね、使いどころっていうのかな、わかんないですけど、はい、ありました。見事スカルを、これね、まあ、先ほどのイベントでゲットしたあの報酬アイテムとかを合成して、あの生成してユニットを作ったりするんです。確かアクセルとスカルがもらえるんですけども、2体までとかなのかな、生成できるのは。あとはこういう風にドロップしたのを合成していけよっていうことなんで、星5スカル、速さ属性いいね。星5がガシャでは星4止まりでしたけども、ドロップで星5をいただきました、ありがとうございます。はい、じゃあせっかくねスカルゲットしたので必殺技見てみましょう。はい、行きます。スカルパニッシャー、ご覧ください。スカルマキシマムドライブ、かっこいい。はい、というわけでこんな感じでイベントとかいろいろ楽しんでやらせていただいています。またまあ動画もね、上げるかもしれませんので、その時はまたよろしければ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバーイ。